皆様こんにちは。こんにちは。マレーシア国立博物館を動画でご紹介いたします。この博物館はマレーシアの歴史の流れに沿ってギャラリー A、B、C、D の順の4つのギャラリーから構成されています。今回は私たち4人で各ギャラリーを担当いたします。博物館内にはたくさんの展示品がございますが、その中からいくつかをピックアップしてご紹介してまいりましょう。まずはこちらギャラリー A です。ギャラリー A を担当します私溝口でございます。こちらのギャラリーでは地球の地形の形成から石器時代、金属器時代、そして初期のマレー王国が誕生する頃までの様子が展示されています。マレーシアには大変貴重な旧石器時代の遺跡があります。ここクアラルンプールから北に250キロところにペラ州のルンボン谷という谷があるのですが、そこからは考古学的に大変貴重なものがたくさん発見されましたことから、ユネスコの世界遺産にも登録されている場所です。その一角にコタカンパンという場所があり、そこからは旧石器時代に使われていました石器を作る作業所というものが発見されました。それがこちらの展示品です。約7万4000年前に使われていたということが分かりました。ではどうして年代を特定することができたのでしょうか。というのもマレー半島の西側にスマトラ島という島があり、その島には昔かつて鳥羽火山という大きな火山がありまして、それが大爆発を起こしたのが7万4000年前。その時の火山灰でこの遺跡は覆われていましたので、年代を確定することができました。またその時の火山灰は世界中広い範囲に降り積もったそうなのですが、特にここコタカンパンの地域では約9メートルも深く降り積もったので、そのおかげで現在まで荒らされることなく、当時そのままの姿で発見することができました。発見されました石を調べていくと、石は製作中、まだ作りかけというものが大変多く、飛び散った石を集めて組み合わせていくと、パズルのように組み合わせていくと元の石に戻るというような石も発見されましたし、石器というのは石と石を打ち付けて作るものなんですけれども、その時のまさに鋼材のようにして使われた台の石というものも見つかっています。この遺跡は東南アジアにおいて旧石器時代の人々がどのように石器を作っていたのかということを私たちに教えてくれる貴重な遺跡です。続きましてはこちらの沈没をご紹介してまいります。先ほどご紹介しました石器時代に使われていた作業所と同じペラ州のルンボン谷で発見されました。ペラ州で見つかりましたので、ペラマンと呼ばれている男性の骨です。このペラマンはマレーシアで発見されました人骨の中で一番古いとされ、約1万1000年前のもの。そして解剖学的に見まして、ほぼ完全な姿で発見することができました。ペラマンの骨を調べていきますと、死亡推定年齢は約40歳から45歳、当時の平均寿命が20歳から25歳だったことを考えますと、大変長寿だったことが分かっております。また左の腕と手が少し短かったという先天性のハンディキャップを持っていたことも分かっております。胸の周りからは10個の石器、2800もの貝殻、そして5つの種類の動物の肉と一緒に埋葬されていました。その丁寧に埋葬されていた様子やハンディキャップがあったにもかかわらず長寿だったということから、おそらくこのペラマンは周りの人々から手助けを受けることができ、そのコミュニティの中で尊敬を集めていた人物、長老的な人物なのではないかと考えられています。
のストーンヘンジやイースター島のモアイ像などは有名かと思いますが、それは何に使われていたのかというのはよくは分かっていないとされています。実はマレーシアにも同じような巨石文化がありました。その代表的なものがこちらの巨石です。クアラルンプールから北に行きますとヌグリスンビルン州というところがありまして、そこで発見されました巨石です。この形から左側のものは刀の形、そして右側のものは舵の形と呼ばれております。舵というのは船を進行方向を操作して動かす部分のことを舵と言います。岩は花崗岩でできておりまして、表面にはさまざまな模様が彫られておりますが、ヒンドゥー教や仏教の影響を強く受けたものが重宝されています。例えばこちら、この辺りには孔雀が彫られております。またこの辺り、残念ながら彫りが少し薄くなってしまって分かりづらいんですけれども、四本足の動物、おそらく鹿か馬か虎かと言われておりますが、そのような動物や蓮の花、水蓮の花と茎が彫られております。一方、刀の形のこの辺り、ここには鳥の形が見えます。そしてその下には蛇の形が見えます。この鳥と蛇というのはインド神話に出てまいります。鳥の姿をした神様ガルーダ、そして蛇の姿をしたナーガではないかと言われています。ガルーダ、ナーガ、そしてそのこの孔雀、これはヒンドゥー教のモチーフの一つとしてよく用いられますので、影響を強く受けていたことが。そしてもう一つの特徴がこの上のあたり、ここに文字が彫られています。これはイスラム教の神アッラーと呼ぶことができます。おそらくこの文字はこの巨石が作られた後に人々の間にイスラム教が広まった後付け足されて彫られたものではないかと考えられています。はじめにも申し上げましたが、この巨石何のために使われていたのかは分かってはおりません。宗教の儀式で使われていたか、田植えのお祈りで使われていたか、または、権力がある人が自分の権力を示すために作ったのではないか、お墓だったのではないかと、まあ様々な説があるんですけれども、地元の人たちがこの巨石のことを生きている岩と呼んでいたことから、まあ、おそらく自然の力を超えた重要なものとして大切に扱われてきたことはお伺い知ることができます。これよりギャラリーミーの始まりです。ギャラリーミーを担当する小田と申します。ギャラリーミーではマラッカの貿易と、そして沈没船の発見についてご紹介いたします。マラッカの交易について説明しております。皆様、クアラルンプールと並んで人気の観光都市マラッカはご存知でしょうか。ここクアラルンプールから南へ約130キロ、車で2時間の距離にあるとても人気の観光都市です。歴史的な名所をいろいろと楽しんでいただくことができます。このマラッカは1400年頃、ハラメスワラという人物によって建国されました。ハラメスワラは年齢は若かったのですが、政治経験豊富だったため、マラッカの地理的に有利な点を生かして大きく発展させました。地理的に有利というのは、西は中東やヨーロッパの国々から、東は中国や東南アジアの国々までの東西貿易の中継地点に位置していたということです。
季節風を利用して海上貿易が幅広く行われました。大きく発展したマラッカの港では、こちらのジオラマのように数多くの国から来る商人に対応するために、とてもたくさんの宿泊施設や倉庫を備えていたと考えられています。多い時には2000隻もの船が停泊していて、84もの言語が話されていたということからも、どれだけマラッカが繁栄していたのか皆様想像できると思います。日本の現在の沖縄でもある琉球の商人も、ここマラッカに交易に来ていたことが文献により確認されています。また中国の明王朝とは朝貢関係にありました。朝貢関係というのは、簡単に言うと和平条約のようなもので、明王朝の軍人、令和の大艦隊、船の大軍の遠征基地となることで、マラッカで食料や水を補給してもらって、代わりにマラッカを守ってもらう、そのような関係にありました。さて、この交易で取り扱っていた交易品としましては、実にさまざまなものがありました。例えばインドネシアのスマトラ島からは金や香辛料、砂糖やお米、生姜が輸出されて、インドの布と交換されました。また中国からは香水や宝石、シルクが輸出されて、香辛料や帯で取れる生産物と交換されました。そして日本からは兵器や金製品、そして布が輸出されて、代わりに香辛料やインドの布と交換されたと考えられています。香辛料は数多くの国から需要があり、調味料としてだけではなく、薬用、薬としても大変珍重されたと考えられています。マラッカではさまざまな国から来る商人と平等に取引を行うために、スルタン、王様が定めた厳格な法律と共通する計量器を使って取引が行われていたと考えられています。こちらに並ぶ計量器をご覧ください。大、中、小、3つの大きさがあり、ココナッツの殻でできています。大きいものからチュパ、カル、リン呼ばれました。これらの計量器を使って金や銀、お砂糖やお米やお茶を計量していたと考えられています。現在でもマレーシアの街角ではこのようなココナッツジュースが売られています。昔マラッカでは計量器として使われていたことを想像すると、とっても楽しくなりませんか？マラッカの商人に思いを馳せて、ぜひこのココナッツジュースも試してみてください。
没戦は、宋、明、清の時代の中国の絵画大部分で、悪天候や火災、海での事故により沈没したと考えられています。こちらに並ぶ陶磁器は、その沈没戦から発展されたもので、明王朝の時代の中国の船のもの、担当します森和美です。ギャラリー C ではマラッカがポルトガルに占領されてから植民地時代のお話をします。マラッカが繁栄していた15世紀頃、東ヨーロッパではこの辺りにオスマン帝国という強大な国がありました。インドやマラッカからの交易品に関税をかけていたので、交易品が西ヨーロッパに到着する頃には値段が跳ね上がっていました。胡椒 1g あたり金 1g と同等であったと言われています。直接取引をしたかったポルトガルは、1498年探検家のバスコダガマがアフリカの喜望峰を回ってインドのカリカットに到着する航路を発見し、その後カリカットからゴアに拠点を移し、次の目標をマラッカとしました。ポルトガルの王は国交を深める目的で5つの船をマラッカに派遣しました。当初この派遣団は好意的に受け入れられましたが、インドから来ていたイスラム商人から、ポルトガルがインドで行っていたイスラム教徒迫害の話を聞いたマラッカの王は、この派遣団を捕らえて逆に攻撃を仕掛けました。この報告を聞いたポルトガルの王は、マラッカを襲撃するために艦隊を派遣しました。そして1511年、こちらのアルフォンソ・デ・アルブケルケという人が指揮した艦隊が約1000人の兵、18隻の船で、マラッカ軍の約2万の兵、20頭の象を打ち破り、マラッカ港に停泊していた船をすべて焼き払いました。このようにしてマラッカはポルトガルに占領されることになりました。こちらの船をご覧ください。こちらはフロー・デラマールというポルトガルの船です。1502年に建造され、当時世界最大級の船でした。1511年にポルトガルがマラッカを攻撃した時の艦隊のうちの一隻です。1512年1月、マラッカ王国から略奪した財宝をあふれんばかりに積み込んだフロー・デラマールはインドのゴアに向けて出航しました。この時の財宝は約60トンもの金、また200箱にも及ぶ貴重な宝石
国であったと言われています。しかしマラッカ港を出港してから6日後、嵐にあってそのあふれんばかりの財宝とともに海に沈んでしまいました。今日に至るまでその行方は謎に包まれています。マラヤ連合の下では各州のスルタンたちが
権限を失います。そのことから多くの国民が反対運動を起こし、マラヤ連合はたった2年で破棄され、その後マラヤ連邦ができます。このマラヤ連邦の下では、各州のスルタンたちは主権を取り戻します。そしてマレー系以外の国民、例えば中華系やインド系といった人々が市民権を取るためには一定の条件がつきます。このようなマレー系優遇の政策に対して反対勢力が台頭してきます。それがマラヤ共産党です。こちらにマラヤ共産党の人形が展示してあります。マラヤ共産党はマラヤ共産共和国をとして独立することを目的に1930年にできた政党です。しかしその党首が交代するなどのきっかけに、徐々に武力に訴える行動を起こすようになります。そして1948年、ヨーロッパ人の農園管理者3名が殺害されるという痛ましい事件をきっかけに、連邦政府はマラヤ全土に非常事態宣言を発令します。その後もこちらのパネルに展示してありますように、数々のゲリラ的な行動が続きます。ゴム農園をめった切りにするですとか、イギリスの高等弁務官を暗殺するといった事件が起こります。共産党を陰ながら支援していたのは中華系の人々だということが分かっています。そこで政府はこちらにありますような有刺鉄線で周囲を囲った新しい村新村を作り、中華系の人々60万人を強制移住させます。入り口にはこのようなガードを設け、外の世界とは完全に分断します。そのような分断政策の垣間あり、12年で非常事態は解除されます。1960年のことです。しかしながらこの12年間の間に、一般人2500名を含む合計1万1000人の人が命を落とすという、このマラヤの非常事態はマレーシア史上最も痛ましい事件の一つとなります。非常事態が沈静化の方向に向かうと、イギリスはマラヤ連邦の将来的な独立も視野に、マレー人リーダーによる自治を働きかけるようになります。そして1955年、マラヤ初の総選挙が行われます。このマラヤ総選挙では、マレー系マレーシア人の政党であるアムノ、そして中華系の政党であるマラヤ華人協会、そしてインド系のマラヤインド人会議、この既存の3つの政党が連立を組み、連盟党を立ち上げます。その連盟党の党首に就任した人物が、こちらのパネル一番大きな写真の人物、ラーマンです。このラーマンはその後マラヤ連邦が独立した後、最初の首相に就任する人物です。この連盟党、トータル合計52議席中51議席を獲得するという大勝利を収めます。そして選挙の翌年、1956年にこのラーマンは選挙の際の公約である4年以内に独立するといった公約を果たすために、独立交渉団を組織し、イギリスに交渉に出かけます。
約3週間に及ぶ激しい交渉の末、そしてついにイギリスから独立合意書に署名を得ることに成功します。こちらに展示してあります数々の写真は、その独立の様子を喜ぶマラヤ各地でパレードが行われている様子です。そしてこちらにある新聞報道は、マラヤのさまざまな民族がさまざまな言葉で独立を祝ったと報道した様子です。そして翌年1957年、ついにマラヤ連邦独立の時が来ます。その独立の様子は次のコーナーでご案内させていただきます。どうぞ。交代して務める、そういう仕組みです。
室の国のトゥンコロはこのこちらのイギリスヴィラン州のトゥンコロと同じ形をしています。次回皆様がマレーシアにお越しの際、ぜひこのマレーシアの紙幣よくご覧になってください。こちらに描かれているマレー連邦初代の国王であるラーマン国王、そして頭につけている頭飾り、トゥンコロはイギリスヴィラン州のトゥンコロでもあるレンダムタスダというスタイルになります。今日はビデオをご覧いただきましてありがとうございました。こちらの博物館では私たちが定期的に日本語のガイドをやっています。皆さんもお越しの際にはぜひこちらの博物館をお訪ねください。では皆さん、ジュンパラギー。